じゃん。ももクロのメンバーとして悩んだことは何？はあ、悩んだこと？いや、私、その時は、もし何かあった時は、とことん考えるだけ考えて、そうするとなんか、次の日には、なんか別に、なんてことないや、みたいな感じで、思っちゃうんで、エビ反りジャンプには悩みました。そうですね、最初、エビ反りジャンプ、結構いっぱい、怪盗少女の空とかではやってたんですけど、何にせよ時間がなくって、ストレッチの時間とかがなくって、あれ一回飛ぶのに、すごいストレッチが必要なんですよ。やっぱり一気に飛んだりとか、なんか本当に、スポーツ選手とかと一緒で、一回走るのにすごい量のストレッチが必要とか、そういうのと一緒で、一回飛ぶのに、本当に1時間ぐらいかけて、まあ、エビ反りのためだけじゃないんですけど、一本のライブやるのに、何時間か前からストレッチを始めるんですけど、いや飛べないでしょ、みたいな。って思うんですけど、でも飛ぶしかないから、どうしようってなったことは何度かあります。もう、隙間で、密かにストレッチをして、出ました。はい。